これから、北ケープに、北ケープのナマクアランドっていうところに、お花を見に行きます。この時期に 2,3 週間だけ咲くんですけど、一面そのお花だらけということで、今日はそれを見に行ってきたいと思います。バイバイ。トイレ、これか、あっちのトイレも、これキリマンジャロで見たトイレだ。このなんかこの下に溜めるタイプのあ、でもなんかほらシャンプーとかなんか可愛いのが大トリこっから出るとじゃじゃーん、海です。もうジェネレーターが切れちゃって、もう電気がないです。電気が唯一のこの電気で、今から顔を洗いますけど、顔を今からね、このどれださっきお湯と水で作ったこの特別なお湯で化粧を落としたいと思います。水が欲しいか。はい、行くぞ。ほらカモンカモン。
ちょっともう一回。まだ行く？うん。落ち着きみたいだね。はい。はい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 。はい。ああ気持ちいい。いいな。まだある結構。ちょっとやろうかなじゃあ。はい。あと1回分だな。ちょっとやっちゃおう。はい終わり。これは贅沢。びちょびちょ。違うよ、これが電気毛布なんだよ、これが。だって私の方あったかいよ。私の方すごいあったかい、触ってみてほら。いや、そうあったかいよ、これはさ、だって電気毛布ついてるじゃない。こっちはいや、こっちついてないよ。なんでついてない、ついてるの、触ってごらんってほら。冷たい、すごい冷たい、全然あったかくないよ、これ。騙されたね。これが電気、ちょっと交代しようよ。嫌だよ、なんだよ、嫌だ。いやだってあなただって秋田出身で寒さ強いっていう。うん、もう今日日頃からよく言ってるじゃん。今日寒くて無理。交代しようよ。無理。何してるんですか今これ。はこれカイロ貼ってるんですよ。これ電気毛布変わりよ。やっぱキリマンジャロの知恵が生熊で生きてる。だからキリマンジャロでだいぶ強くなった。やったことないんですけど。おやすみなさい。ちょっと待って。